はい、お疲れ様です。今回は F20 の乳式ですね。父親のサイズで作った乳式を、乗ってきました。非常に作る前までは、どうなんかなっていう思いがありまして、なんか自分的には結構動かなくなったりとか、まあ自分の F20 の動きでは、すごいいいんで、その動き性能が失われるんかなとか思って。まあでもテイクオフは絶対に速くて、ノーズのホールド率、リフトアップ率とかはすごい良くなるっていうのは思ってたんで、まあそれなりにやっぱりイメージは結構踏んだところで乳式を作ったんですけども、まあその想像をはるかに超えてきて、まあもちろん F20 自体はテイクオフ早いので、ワイドテールの分、そこらのロングボードの同じサイズにすると全然テール幅は広いですね。そしてそれがまあネックとなって動かないのかなと思ったところ、波がやっぱり小さいのは相当動きましたね。まあもともと自分が日本のビーチブレイクで大会とかまあコナミとかでラウンドは据えかけるようなテールにしたかったんで、こういう風に仕掛けたところすごい良かったですね。テールのこの厚み感とかもすごい、スピードをホールドさせて蹴り飛ばした分、こうカービングがすごいスピード出るっていうのは乳式でも出たので非常に良かったです。まあ特にターンですね、この時波がちっちゃかったからなかなかターンを踏み込めるような波も少なかったんですけども、まあターンを踏み込んだ時にすげえ良さを感じたっす。まだこれ僕サウボード10分ぐらいしか乗ってないんですけども、この10分ぐらいの中でもまあまあ5、6本ぐらいの数を乗れて、そしてまあその中でのフィードバックになるんですけども非常に良かったなって、ターンがめちゃくちゃ良かった。そのノーズはもちろんいいっていうのは分かってたんで、まあノーズはね、ホールド率、この動画を見てもらったら分かると思うんですけど安定してます。でやっぱりこのターンのね、この曲がってる途中で曲がり切ったところで、そっからドライブをかけていくってところに F20 っていうのはすごいスピードが出るんですよ。それはもう自分のサイズで作ってる時からそれは分かってたんですけども、乳式でもこういう好みでもすごいスピード出たので、まあもっと乗り慣れたら僕はかなりいいターンを描けるかなと思いますね。まあ僕も乳式 F20 の乳式は絶対作ろうと思ってますので、かなりおすすめできます。まあ分厚さとか厚さとかね、幅とかも聞いてもらえると、それなりにインザダークカイとは違ったサイズなんですよ。父親のやつもインザダークカイよりも小さくしてて、それを伝えずに乗ってもらったら全然 F20 の方がテイクオフが早かったですね。サイズは小さいんですよ。サイズが小さくても乗れてしまうので、まあテイクオフは確実に早いんじゃないかなっていう、まあまた新たなる世界が生まれてきましたね。これが F20 の乳式ですごい世界が開かれました。もし興味ある方はご連絡お待ちしてます。ありがとうございました。